七面鳥は食べたことある？ない。私もない。僕らがいつもクリスマスで食べるのは鶏肉。ただのチキンだよ。ただのチキンだよ。飛べない鳥はただのチキンみたいなやつ。ターキーじゃない。まあでもやっぱフライドチキンのなんかイメージなんかあるよね。ある。でも私はやっぱ肉よりはケーキかな。ああ。じゃあクリスマスプレゼントサンタさんに何をお願いするんですか？何がいいかなと思ってずっと考えてるんだけどね。まあなかなかね自分で買おうってならないですよ。確かにわかる。まあ、1年間頑張った人へのご褒美みたいなもんですからね。です。そうわかるわ。ルーミンはね、今のところね電子書籍リーダーだね。電子書籍リーダーか。そう電子書籍リーダー。何かっていうとさ、あの本を持たなくていいってのがいいね。アナログじゃなくてデジタルでね。そう、まあ、紙の本も好きよ。でもそれがいいかな。多分ね、龍拳さんにはね、サンタさんね来ない。いや行きますよ。龍拳さんが使ってるウォークマンがもうなんか10年選手ぐらいの勢いの、やばいよ。もうなんかなんだっけ、電源が入んないんで、ちょっと電源が入んない。何でしたっけ、なんかアラームが止まらないじゃないけど。いやあのね、電池がね、あ、電池が持たない。持たないっていうかね、あの充電マックスまでして外すとね、もう電源赤いんですよ。ピカピカピカ。もうそれ完全にバッテリーですね。あと、あれ、Bluetooth ついてないんでしょ。ついてないよ。Bluetooth ついてない時代のウォークマンなんで、サンタさんが見かねて、ちょっとあの、マジであの、ぶっ壊れる前に、で、だから3000曲くらい入ってそうなので、まあなんかぶっ壊れる前に、もうサンタさんがいい加減に、あの、おソニー様のね、おソニー様のかっこいい赤色のウォークマンを買ってあげようかなって、アヒルシンが思ってる。思ってますね。うんうん。アヒルシンがサンタさんだ。やばい。食った。大丈夫。ああ。かわいそうだな。痛いよ。なんで、なんか今日あれだね、あの龍拳さん今日ね、いろいろね、あの年末向けてね、ちょっとね、大掃除的なものを手伝ってもらいましたけどもさ、はい、今日よく手つるね。てかね、そう、塩分不足かな。塩分は取ってんな、水分だな。あ、水分不足あるね。水分不足か。ちょっとお水持ってくるね。ありがとう。ほら、はい、どうぞ。ちょっと雑い。なんで？わかんない。どうだろう。いや、パッと見わからない。手つったからさ。手つったから、脱がれた。パッと見わからないよ。オッケー。はい、あげます。あと、龍拳さん、1、2、3、4、5。あと6枚貼るから、頑張って。全部俺になったみたいです。なんで俺？あ、じゃあ、やるけどね。え、だって、お星様貼りたいでしょ？貼りたい。それは最後にやるのは俺の仕事なんで。じゃあ、B も A も頑張る。次は A も頑張るしかないって。よし。あ、でもそっか、そこ大変だな。